こういうタイプのやつ、正直言って邪魔です。コラボ騒動もネットでだいぶ広がり、人が増えてきました。人が増えてくると聞き分けのないやべえやつの数も、当然増えてきます。コラボ騒動でもちょくちょく迷惑なやつが、目につき始めていました。そしてついに先日一線を超えるというか、本当に大悪なやつが現れました。コラボのシェルターだと思われる建物周辺の写真を、ネットに投稿した人物が現れました。そんなことして意味あるんですかね。誰の役にも立ってないし迷惑でしかないんですわ。ゼットリー様は表では言いづらいだけで、コラボに救われたっていう女の子から DM が来る、とおっしゃっていました。共産党と強いつながりがある二刀夢の様は、空気が読めなくて敵を作る才能に優れています。きっと様々な方面から恨まれていることでしょう。しかしシェルターと思われる建物周辺の写真を晒すのは、被害を受けている女性を危険に晒す行為であり、社会にとって害しかありません。暇空茜様がこの件について、ノートで意見表明をされていたので拡散のため全文を引用します。改めて僕の考えを表明します。僕は正式に権利として認められた、知る権利や手続きを使って戦います。バスカフェやコラボ事務所へのリアルでの突撃、秘匿されてる10代女子シェルターの情報暴露、このような行為を一切否定します。僕の賛同者はこのようなことをしないでください。見かけたらブロックします。今日、その実例写真を晒すクズが現れました。それは消した方がいいと忠告したが、消さないだそうです。マジで何考えてんだ。うっかりなら100歩譲ろう。まずいと指摘されて消さないって何なんだ。こんなこともわからないのか。被害を受けてシェルターに逃げ込んだ女の子の、シェルターの周りの写真を晒してまで、そんなに PV が欲しいか。クズが、相手の名前を出すと、写真に繋がるので出しません。またごめんなさい消しますだったら良いんですけども、怒られても消さないっていうのは、全く意味がわからないです。コラボが誇る最強弁護団の中川拓弁護士も、このようにコメントしています。当職は、一般社団法人コラボ及び代表理事二刀夢の弁護団として、貴殿に対し、以下の通りご通知いたします。本ノート記事には、貴殿がシェルターと推認した建物周辺の写真や、コラボ関係者の自宅を特定したように読める情報が、掲載されております。DV や虐待から逃れる女性が、これらの施設を利用できなくなることにつながる行為であり、コラボの業務に対する極めて悪質な妨害です。本記事について、即刻削除することを求めます。以上の通り、ご通知いたします。どうでもいいんですけど、自分のこと当職っていう弁護士を見ると、どうしてもネットに強い弁護士を思い出してしまいます。セブンナイツから直々にお達しが来たので、もし本人がこれを見ていたらさっさと削除することをお勧めします。今ならまだギリギリ引き返せるかもしれません。しかし騒動が大きくなると、こういう愉快犯みたいなのが絶対出てきますね。放っておけばこういう無能が暇空茜の仲間として認定されて、コラボ支持者に拡散されたりするかもしれません。バカバカしい話なんですけど、何でもかんでも同一視して叩く人が一定数いるんですよ。そういう印象操作を防ぐためにも、暇空茜様がさっさと否定の意思を表明したのは正解だったと思います。というか単純にいろんな人に迷惑かかることはやめましょう。コラボに保護された少女がどういう境遇にあるとか、共産党と強いつながりがある二刀夢の様がどのような気持ちでコラボの活動を始められたかとか、おそらく犯人はそういう人の気持ちを考えることが全くできない人間なんでしょう。今後も似たような無能は定期的に湧いてくるはずです。そういう空気が読めない奴には、迷惑だからやめてくださいとはっきり伝えることが大事なのかなと。話通じない可能性が高いですけど、少なくとも否定の意思を示しておくことが大切なのかなと。売名につながってしまうので、今後この件に関してはよほどのことがない限り動画では触れません。最後までご視聴ありがとうございました。